今日はあのこちらから来られたでしょうか。東京から来たんだけれども、はい、でカリフォルニアに住んでるんだけれどもね、UCLA で、でそうです、まあ、大学の先生です。どうですか、感想は。そうはですね、ワインはね、皆さん頑張ってますね、本当に。このところすごく賑やかで、皆さんがね、あの楽しんでることはすごくね、目にごちそうですよ。うん、で、今日ちょっと、昨日とっととはちょっと旅館に泊まってて、2泊して、そして今日、あの東京に帰りますので、はい。すみません、あの最後にお名前だけでも。はい、デビットと申します。デビットさん。はい。どうぞ長野の良さを満喫してください。はい、焦燥しますので、皆さん、あの、越してきて、どうぞ三津さんごちそうになるようにお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、こんにちは。こんにちは。この間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいよ、これ。はい、はい、おいしい、これ。今度長野しか出てないんですよね。ね、はい、最終的にこれで終わったの。ありがとうございます。お疲れ様。こんにちは、長野インターネット付属と言いますけども。こんにちは。こんにちは。ちょっと自己紹介お願いします。はい、こちらはですね、榊町特産のネズミ大根から生まれたネズコンというキャラクターとなっております。ネズコン。はい、ネズミですかね。そう、ネズミ大根のネズコンですね。そこから来てるわけですね。榊のそのネズミと大根っていうのはどんな特徴があるんでしょうか。辛みがあるんですけれども、はい、その辛みの中にも甘さがありまして、その甘さをアマモクラって言っていまして、はい、こちらの特産品でおしぼりうどんって言って、ネズミ大根のしぼり汁に味噌とか薬味を溶かして、それをつけ汁としてうどんをつけて食べるっていう郷土料理がありますので、それがとても人気の料理になってます。アテントされてる方はお名前なんておっしゃるんでしょうか。私は榊町役場の上原と申します。上原さん、はい、今後何か、まあ、ネズコンも含めて、はい、どんな風にこうやっていこうなんて思ってるんでしょうか。そうですね、今町の方ではバラ祭りも開催しておりまして、はい、そちらの方にもネズコン遊びに行ったりですとか、そちらの方でもいろんなイベントを開催してますので、ぜひ皆さんにもお越しいただければと思います。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。どうも。はい、こんにちは。今長野県は榊町、榊駅前に来ておりますが、はい、そこで行われているイベントの今日の主催者側の方に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、榊ぶどう酒造の鳴沢と申します。鳴沢さん、はい、今日はたくさんの人が来てますけど、どのようなイベントなんでしょうか。まあ、県内のワイナリーとですね、あと飲食店に出てもらって、まあ、こう野外で楽しんでいただくイベントですね。一番最初に開催したのが2019年なんですけれども、まあ、弊社の榊ぶどう酒造というのは榊町で2018年にワイナリーを作りまして、まあ、ワイナリーできたので、ぜひ僕の地元なんですけど、ここで野外のイベントやりたいなということで始めた。野外のイベントです。はい、どうですか、今日は何回目になるんでしょうか。今年でね、3回目になります。はいはいはい、どうですか、年々こう盛大になっていくような感じもするんですけど。
そうですね、まあ割とこう定着してきた感じもありますので、結構ね、町外からもたくさんいらっしゃっていただいて、はい、嬉しい限りです。伊佐垣町でも結構そのブドウを作ってる農家さんとかも増えてるんでしょうかね。いや、佐垣町は実はワイナリーも僕らしかないですし、ワイン用ブドウを作ってるのも、まあ、自分たちの契約農家さんぐらいしかいないので、はい、まだまだその町としてはこれから発展途上の部分はありますね。奈良沢さんとしては今後どんなこう夢を描いてるんでしょうか。そうですね、まあね、佐垣町なかなかこう町外からあんまりね、いらっしゃっていただけるような町ではないんですけれども、まあ、こうやってイベントとかやりながら、まあ、ワインをね、もう少し地元に根付かせていければいいなと思っています。で、夢に向かって、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。